皆さん最近どうですか？なんかイライラすることとかありましたか？僕ね、最近めちゃくちゃいいストレス発散方法を見つけたんですよ。だからちょっとそれをね、みんなに教えようと思うんですけど、イライラすることがあったら動画上で文句を言う。これめちゃくちゃストレス発散になるんです。ということで本日は、インスタの方でみんなの最近の悩みとかイライラしたことを募集させていただきました。ってことは今日の動画のタイトルみんなわかるよね？みんなで行くよ。せーの、ストレスなんて吹き飛ばせ、ムカつくやつに文句を言っていこう。完璧。お前らガチで腹立つんじゃん。そこの君、そこの君。悩みとかストレスをずっと溜めてると精神的にももちろん、なんか体的にも良くない。肌は荒れるし太るし、病気とかにもなっちゃうかもしれない。てかなんでストレスでさ身体的な変化が起こるの？なんかそれ考えたらめっちゃイライラしてきた。やばい。まあ一応言っとくんですけど、本当にイライラしてるわけじゃないからね。ネタで怒ってるだけなんでね。それでなんかこの人怖いってなったら、それ僕めっちゃストレスなんでね。見て、最近僕ね動画でめちゃくちゃ言いたい放題言ってるから全然ね肌荒れしてない。オッケー、じゃあそろそろ行かないとね、もうみんながイライラしてきちゃうかもしれないからね。早く行きましょう。行ってきます。プール始まるのに痩せてない。プール始まるから痩せなきゃーとか言ってる人は、プール始まる3日前にならないとダイエット始めません。知り合って1ヶ月の人を好きになったんだけど、それって早すぎる？全然早すぎない。むしろ妥当。大人とかはね、もう知り合ったその日に付き合ったりします。親が隣の部屋でやってること、これめっちゃ気まずいよね。なんかちょっと変な気持ちになるよね。知りたくないこと知っちゃったみたいな。カブトムシの裏側見ちゃったみたいな。まあでもこれがね、夫婦円満の秘訣ですから。もしかしたら何年後かに君に弟か妹ができるかも。男子の前でだけぶりっこするやつ。お前女子からしたらガチで腹立つんじゃん。ポケ可愛い子がぶりっこしたらってなっちゃうんだよね。なんかそれがまた腹立つよ。でもね、ぶりっこする人ってなんかも腹立つ顔してるんですよ。だからぶりっこしちゃう子は次からあざといぐらいにしときな。体育祭で好きな人と写真撮れるか不安。何、めっちゃ可愛いじゃん、頑張って。リア充増えてきてうざい。まあ今ってそういう時期ですか。新学期とか新生活が始まって、まあ1ヶ月ちょっと経って、で夏が来るから恋人作ろうみたいな必死になってるんですよ。でも安心して、夏休み終わったぐらいでみんな別れるから。でもその時期になったら次クリスマスが近づいてくるから、早く処女を卒業したい。ね、男子はいつでもウェルカムですから。最悪そういうことをツイッターでつぶやけば、ウチ虫のようにおじさんたちがわら集まってきますよ。異性から急に電話来るんですけど、何なんですか？そうやって悩み風に自慢しようとしてること、視聴者も俺もみんな気づいてるからね。高校生活始まって1ヶ月なのに人間関係が複雑。これ逆に1ヶ月だから複雑なのかもしれないですね。最初みんなスタートダッシュで失敗したくないから、頑張ろうって思っていろんな人と話すから、なんか定まってないんですよ。でも逆に夏頃になってくると、仲のいい人っていうのがなんか定まってくるから。そうだから今みんな頑張っちゃう時期だから、もう複雑なのはしゃあない。知らない男子が腕組んできてキモ。女子ってそうなるんだ。男子というか僕の場合は、知らない女の子が急に腕組んできても、何だよ。スキピができた、付き合いにはどうしたらいい？スキピって言い方とハートマークが腹立つんで、やっぱね、なんだかんだ恋も鮮度が大事だと思うんですよ。今いい感じなんだったら、今どんどん距離を詰めていくのがいいと思います。みんな才能がありすぎる、天は二物を与えずって本当？これは完全に嘘ですね。だってさ、みんな俺を見てればわかるじゃん。本当にね、天は俺に才能を与えず、部活でやる気がある人とやる気がない人で意見が分かれる。漫画とかと違ってリアル部活ってさ、全員が全員やる気があって入ってるわけじゃないから難しいよね。意見が分かれた時にどうしてもやる気がない人の方に寄っちゃうから、だからやる気がない人たちには一回ね、配球を全部見せてあげましょう。男の先生からセクハラされる。お前まで調子なんだよ、ロリコン野郎。羨ましい。俺も学校の先生になろうか。ネットの友達しかできない。ネットもだって遠くのリアルで生きてる人間だぜ。ヤンデルアピールのストーリー上げるやつ。これ僕結構ね、面白くて最後まで読んじゃうんですけど、ただどうしても腹立つことがある。字が小さい。もう読ませたいんか読ませたくないんか、はっきりしろ。リスク進めてくる友達。そんなこと誘うの一人でやれってね、言いたくなるとこなんだけど、そこはぐっとこらえて、言ってる友達も寂しいとか辛いとかそういう感情があると思うんですよ。だから次同じこと言われたら、そうだね、まあでもそんなこと置いといて、とりあえずマック行かね。一軍女子が友達の悪口を言う。誰かのことを下げて自分のことを上げようみたいな考えのやつは全然一軍じゃないからね。調子なんだよ。機嫌が悪いと当たり散らすおばさんたち。まあそういうことしちゃう一部のおばさんたちはもう許してあげましょうや。あの人たちはね、もう肌も人生も全然潤ってないんですよ。だからもう機嫌が悪いとすぐイライラしちゃってね、もうそんなんだから肌も人生もカサカサなんだぞっつってね。同じ人を好きなのに好きな人に告白するの手伝ってって言ってくる。それは多分もう好きな人同じだってこと友達にバレてるね。だからあえて手伝わせようみたいな感じなんじゃないですかね。好きな人同じなんだってことをね、伝えた方がいいんじゃないですかね。あと著名じゃなくて多分匿名だね。好きな人がモテすぎてムカつく。なんか共感する人多そうだなって思って紹介しました。以上です。先生によって言ってることが違う。本当腹立つんですよ。 A 先生がこういう風にやりなさいって言うから、こういう風にやってたら B 先生がそんな風にやるんじゃない、お前ぶっ飛ばすぞ。推しのライブにアンチが来る。アンチっていうのもファンよりもその人に対して粘着質だったりしますからね。あいつらは本当に、なんだろう、もう電柱にひっついたもうガムみたいなもんなんですよ。本当にもうずっとひっついてるんですよ。電柱に貼り付いてるガムってさ、なんか触れたらめちゃくちゃ嫌だけどさ、触れなければうわなんであれ汚ねえみたいな感じで攻めて終わることができるじゃん。だから今度から粘着質のアンチのことは電柱ガムって呼びます。シュート君から DM 来ない。最近全然返信できてないよね、本当にごめんなさい。でもね、既読つかなくても全部読んでるし、時間ある時に返信したいって思ってるから、もう絶対嫌いにならないでください。寝る前に親にスマホ預けて、起きたら枕元に置いてある。え、それもやってることサンタさん。え、ってことはサンタさんの正体って親だったん？湿気で髪の毛がうねる。でもケープの一番強いやつか、トリエの10番をこれでもかってぐらい頭に振ったら、雨で濡れたり湿気にやられたりしても多少大丈夫。ただ髪の毛がもう針金みたいになるから、俺はもう全然しなくなった。すごく変なサイトの正規会員に勧誘してくるやつ。これね、中学とか高校の人だとまだわかんないかもしれないんだけど、本当に気をつけた方がいい。スマホ1台でめちゃくちゃお金が稼げます。
ますみたいな仕事を始めるやつがね出てくるんですよ。でもそれ基本ネズミ講っていう、なんだろう、あんま胸張って言えるね仕事じゃないんですよ。しかもそういうのって大会詐欺まがいだから絶対騙されないように気をつけな。友達にお前嫌われてるでって言われた。いちいちそんなこと言ってくるやつの方が絶対嫌われてるに決まってるやんけ。新しい髪型どんなのがいいかな。ゆるふわな感じのセミロングとかどう。明日からテスト。俺が言えることは一つ、頑張れ。はい、ということでみんなの悩みとかイライラしたことたちでした。いや本当に皆さんも毎日頑張ってますね。こんなにストレスを抱えて頑張ってね、もうみんな本当偉い、お利口。だからシュート君もこうやってちゃんとストレス発散できて偉いねって思った人はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。アップね、あと 10.7% しかなかった。